漬物。漬物とは、様々な食材を食塩、酢、酒かすなどの漬け込み材料と共に漬け込み、保存性を高めると共に熟成させ、風味を良くした食品。これらの漬け込み材料は、高い浸透圧を生じたり、pH を下げたり、あるいは空気と遮断する効果を持つ。漬物の種類によっては、乳酸発酵などの発酵と、それによる保存性や、 食味の向上が伴う。発酵を伴うタイプの漬物は、材料に自然に付着している、乳酸菌と材料に含まれる糖類によって発酵し、保存性と風味の向上が起こるが、麹などを添加して、発酵の基質となる糖類を増やしたり、そこに含まれる酵素によって、風味を向上させる、酵素反応を誘導することもある。一方、実際には浅漬け、千枚漬け、 マサキ漬け、砂糖漬け等、その製造に発酵を伴わないものも多くあり、漬物すなわち、発酵食品と分類することは誤りである。漬物を漬けるには、漬物損などの容器を用いるが、おもしや、ねじしきえ災害等を組み込んだ各種の調理用、漬物器も用いられる。こうこう、こう、おこうこう、ごこう、こう,こうのもの、こうのものなどとも言う。こうは、 味噌のことを指し、これらの思いは本来は、漬物一般を指す言葉だったが、関西を中心にして、現在では、全国的にもっぱらたくあん漬けを指すことも多い。また、新香、新香、お新香、ご新香、お新香という言葉は、かつては新鮮な野菜の色を失わない朝漬けのものを指す言葉だったが、近年ではこちらも、たくあん漬けを指すことも多いのは、お香香と同様である。 発酵により強い香りを発するものが多い。このため、香のもの、おしんことも呼ばれる。また、秋田県など一部の地方では、みやび香りがなまった、がっこと呼ぶ。日本の漬物の場合、乳酸菌による発酵は、酸味が著しく強くならない程度に抑制されているものが多いが、中には、芝漬けやすぐき漬けのように強い酸味を持つものもある。 ヨーロッパのザウアークラウトもこの類である。漬物の技術は乳酸菌発酵を十分に行うと野菜のみならず、動物質の保存にも有効となり、こうしたものはナレ寿司に分類される。これらは発酵機質の糖質として炊き上げた米などの穀物を使用する保存食であった。あん漬けのようなぬか漬けやぬか味噌床も なれずしの穀物を乳酸発酵の機質として利用する技術の延長線上にあり、北陸のへしこや北海道のぬかにしんなどにその中間型を見ることができる。乳酸菌による発酵は、これらの食品に酸味を主体とした味や香りの変化を与えるとともに、乳酸によって食品の pH が酸性側に偏ることで腐敗や 食中毒の原因になる他の微生物の繁殖を抑えて食の長期保存を可能にしている。植物性乳酸菌は野菜や豆、米や麦などの植物素材を発酵させる乳酸菌のことである。漬物や味噌、醤油、さらには酒や慣れ寿司などの米の発酵食品まで様々な食品に生育している。一方、ヨーグルトのように牛乳などの動物の乳に生育する。 乳酸菌は動物性乳酸菌と呼び、それぞれ区別されている。動物性乳酸菌は乾燥、熱、酸に弱く、胃酸で死滅するが、植物性乳酸菌は酸に強く生きたまま腸に届く。植物性乳酸菌の効果として、免疫活性作用、便秘、下痢の解消、病原菌感染の予防などが報告されているが、 漬物等と同時に摂取する程度の付着量では、接触した菌種によるアレルギー反応抑制等の機能性は期待できないとの指摘がある。漬物で発酵になっている微生物は、ルコネストックマセントアイデス、エンターコーカスフィキャリス、エンターコーカスファイシアム、パデヤコーカス属の菌、ラクトボシラスプラントラム、ラクトボシラス KCE、ラクトボシラスブレビスなどの乳酸菌等が、 掲げられる。乳酸菌以外に酵母が発酵に関わっている。クロストリジウム属は、落酸菌として知られ、漬物の落酸臭の原因となる。砂糖漬けやシロップ漬けについては、保存性から漬物と分類する場合もあれば、製造法や用途などから漬物ではなく、ガシと分類する場合もある。また、ツナやオイルサーディンに代表されるような油漬けも、 抗議の漬物とされることがある。EAR ク発言性リスク一覧では、アジア式野菜の漬物、ピックルドベジタブルズ、トラディショナルインアジアが、グループ2倍と、人に対する、発言性が疑われる、ポッシブリーカーシナジェニック、化学物質、混合物、環境として取り上げられている。アジア式野菜の漬物とは、中国、韓国、日本の伝統的な漬物を意味しており、 低い濃度のニトロソアミン等が検出されている。使用する調味料や漬物床によって、例えば塩漬け、味噌漬け、ぬか漬け、カス漬けなど様々な漬け方がある。漬ける目的は保存、風味漬け、調味の3つが主たるものである。漬ける時間は数分から数十年にも及ぶものまである。長期間にわたって漬ける場合には発酵を利用する場合が多い。 食卓にそのまま昇る最終的な調理技法としても用いられるが、下ごしらえの技法としても多用される。愛知県浜市には日本に唯一漬物の神として、茅野姫を祀った茅やつ神社がある。毎年8月21日に催される、こうのもの祭には全国の漬物業者が参詣する。漬物組合では毎月21日を漬物の日と定めている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。